からの激おこす。急に人の家来て切れないでよ。何？みんなで異世界に行ったらしいじゃないですか。鶴子も行きたいんだってさ。やめといた方がいいよ。雑魚キャラですら引くほど強いよ。自分 RPG は何気得意なんで。いい攻略法があるかもしれないもんね。じゃあ行ってみる。シャオラあれ、なんか前セーブしたところと雰囲気違うね。本当だな。これが言ってた異世界っすか？いや、前来た時はこんなんじゃなかったよね。すみません、ここって異世界王国ですよね。異世界王国？知らんな。大変だ、別の異世界に来ちゃった。どうすんすか、自分が得意なのは RPG っすよ。おっさん一人しかいないし、つまんなそうだぞ。っていうかお前ら、連れが死にかけとるぞ。しんど。スイーツ？なんで？ここはちょんまげのやつがすごくしんどくなるウイルスが蔓延しとる世界やさかいな。なんだそのウイルス。聞いたことないもんね。なんやと？そこに書いとるやろがい。あの看板見てみーや。そのまんま読んでみーや。喋り方変わってますね。ともかくウイルスが蔓延したことでこの世界のちょんまげには緊急事態宣言が出とるんや。見てみー、誰もいてへんやろ。この世界おっさん以外ちょんまげなの？ちょんまげの人たち髪切りゃよくないっすか？スイーツを直したいんですけど、なんとかなりませんかね。このドクター花尾に任せとき。だから髪切りゃよくないっすか？いいか、今見とるんがこの少年の腹ん中や。すごいバイキンっぽいバイキンがいますね。わしゃこのウイルスに効く錠剤をバンバン口ん中に放り込んでくさかい。バンバン。ただ錠剤はウイルスに直接当たらな効かへんさかいに。効果範囲の狭い薬だな。この子を左右に揺すってウイルスに薬が直で当たるようにしてんか。そんなことできる？行くで。ほれ錠剤来たっす。よし、このウイルスの上に乗せよう。ドアホー。黄色いウイルスの上に赤の錠剤乗せてどないすんねん。同じ色に乗せるに気も取るやろ。このおっさん殴っていいか。次行くで。ほれ黄色と青っす。じゃあ黄色いウイルスの上に黄色の錠剤と。お、ええやん、3つ揃ったら消える境にな。そうなんですね。じゃあ黄色い錠剤を投げてください。さあわしゃ黄色を投げるかな。ほれ赤と青。黄色投げろよ。しょうがないから端っこに落としておこう。さて次はどうかな。どうかなじゃないもんね。ほれなんか変なもん来たっす。のど飴や。のど飴？のど飴は効くんですか？まあ喉の以外には効くやろな。じゃあウイルスには効かないよね。ほらこっからレベル上がるで。どんどん来る。レベル上がったからな。お前のさじ加減だろ。ほれ錠剤のど飴錠剤のど飴挟むな。パセリ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 添えんな。しゃあないな。錠剤行くで。おれ投げすぎだ。うわーゲームオーバー。なんか治ったよ。治るんかい。結局胃の中で混ざってうまいこと聞くんや。あのゲームみたいなのは何だったんすか？っていうかお前ら連れが死にかけとるぞ。しんど。またこの世界、亀がすごくしんどくなるウイルスも蔓延しとるんや。錠剤掘り込んで。めでたしめでたし。哀れってかわいそうって意味もあるがだがね、まだね習ってないね、そんなこともざらね。哀れって感謝感激それ雨あられ変われない僕はあららレレレルルリラ。がしみじみ素敵になった時に思わず口からポロリとこぼれた何とも言えない日本人の心なのです。